皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、女性が離婚しても輝き続ける人生を手に入れるために必要なマインドということについてお話をしたいと思います。今日のテーマですね、いつものような集客を基本にしたテーマではなくてですね、女性の自立と、人生の生き方みたいな、そんなことをね、ちょっと番外編的な雰囲気になるかもしれないですけど、お話をしてみたいと思います。で、最初に言っておくんですが、この話は別に、離婚を進めるものでもないし、ただ当然それを決意する方っていうのは決意をしているので、どんな心持ちでその後、過ごしていくっていうふうに考えたらいいのかっていうことを、お伝えしたいなというふうに思って、撮っているということを最初にお伝えしたいというふうに思っています。はい、ではね、お話をしていくんですが、この話をそもそもしようと思ったきっかけっていうのがありまして、先日ちょっとね、セミナーの方に行った時に、ご参加者のですね、2回転やったセミナーだったんですけれども、1回目の方にですね、結構もう離婚したとかする予定とかっていう方とかですね、いろいろいらっしゃって、結構離婚っていうのがものすごく身近な状態になって、セミナーにねいらっしゃっている方がいらっしゃったんですよ。で、これは別に、なんていうんですかね、今に始まったことじゃなくて、ここ、そうですね、3、4年、4、5年の傾向でしょうか。特にコロナになってから、またさらに、家族の形とか、あと、皆さんがね、考える時間ができてしまったので、私の人生ってどうなのみたいなことを内観する時間ができてしまったので、多分離婚率もね、上がっていっているんだと思います。統計上もね。で、あとは離婚をして子育てをする状態での離婚、シングルママって呼ばれている、シングルマザーですか、呼ばれている状態の方とかも、増えてはいるんですけれども、当然そうすると女性の自立とお仕事っていうのは、非常にこう密接な関わりと関係もあるので、もちろんどこかにね、お勤めっていうのでも全然構わないんですけど、やはりお子さんのねことを考えながら送り迎えもあってっていうことを考えると、自宅教室業っていうのは非常にこう選択肢としていい選択肢なんだろうなっていうふうに思っていて、だからそれを目指す方がいらっしゃるっていうのが増える。開業の理由が、転職とか独立、会社員からの独立っていうのもあるんですけど、他にやっぱりね、離婚するから自立して稼がなくちゃっていう方もいらっしゃるのは事実です。で、最近そういう方がね増えてきているなというのも感じたところに、さらにその拍車をかけるようにね、実際にそういう方がいらっしゃって、もちろん不安もあるんでしょうけれども、そういった方にこうエールを送るっていう意味でもね、こういう考え方でお仕事を探していく、ないしは人生をね過ごしていってもらえるといいなと思って、こちらの動画を撮っております。はい、ではね、本題の方入っていきたいんですけれども、まず離婚してもですね、輝き続ける人生を手に入れるために必要なマインドっていうことなんですけれども、まず独立をするっていうことを考えた時には、どうしても、残念ながらどうしてもお金との問題って切り離せないんですよ。で、よくね、私セミナーとか、あと動画でもよく言っているんですけれども、基本的にですね、お金で時間を変えたり、自由な状態を買うことはできるんですよね。で、だけど、人の心までは買うことは基本はできないんですが、大概のことが叶うんですよ。で、じゃあお金があるっていう状態がどういう状態なのかっていうと、選択の自由が増えるということです。あらゆる意味においてです。
ご自身の選択の自由が増えますよね。その、まあ、仕事をどういう仕事を持つか、どういうふうに稼ぐかっていうことにもよるんですが、まあ、住む場所とかも選びますよね、お金があれば。なければ選択肢が少ない。で、あのお子さんに関しても、まあ、教育費とか学校とか行かせたい学校とか習わせたいものがあって、親が出すものだと、お金を出すものだというふうにルールとして考えているのであれば、お金があればその自由は増えるわけですよ。ちなみに、あの私ね、こんな話を語ってますけれども、あの私自身は離婚はしてい、いないんですが、私の両親は離婚しています。はい、あの母とは連絡取ってますけれども、父とは、まあ、絶縁状態っていう形ですね。まあ、あの一言で言うと、まあ、世間的にはろくでなしっていうあの父だったんで、あのなんていうんですかね、関わりを持たないようにする、要は肉親ではないっていう距離感に置いてしまうと、まあ、あのなんていうんですかね、近い場所にいるとやっぱり憎悪とか憎しみとかですね、そういうものも出てきちゃうんですけど、もう遠い距離にいると、まあそもそも肉親でもないので、感情的なものとかが非常にスルーできる。で、そういう人いたよねぐらいな感覚とかで、まあ世間的にはね、できた人とか言うと、私すいません、できてる人間じゃないので。あのそういったね、親の昔の状態を理解して許すっていうことができるんですよっていう話とかも聞くんですけど、あの許すも許さないも、もう私の中では、私の世界の中に関わってこない人っていう蚊帳の外にしちゃってるので、 無に近い状態の感情なんですよね。だけど、例えば私の世界に向こうから近寄ってくることがあるんだったら、まあ、そこで初めて心の揺らぎは出て、なんていうんですかね、全力で私の領域内に入ってくることは拒否したいぐらい大嫌いな人間であるということも事実なんで、できた人間じゃないですよ、私。はい。だけれども、まあ、おかげさまで、人生をね、のぶとく強く生きる術を身につけたり、まあ、それは稼ぐっていうことに関してもそうです。まあ余談なんですけど、先日私のね、クライアントさんと話した時に、こういろいろ考えちゃって前に進めないとか、こう不安がこう襲ってきて、自分は本当にいいんだろうかみたいな感じで考えちゃってぐるぐるしますみたいな。で、そういう方がとどまっててももちろん全然構わないんですけど、まあ問題は、自分はビジネスでうまくいかせたい、ないしは成功したい、ないしは稼ぎたいっていう要望があるので、そういう視点がある方については、当然私からのアドバイス的には、まあ時間の無駄っていうことになるわけですよ。考えて考えて前に進めないっていうのはもったいなくて、何かをすれば状況が変わったりとか世界が変わったりするので、それができてないっていうこと自体がやっぱりもったいないし、同時に言うと、暇だと、若干言葉きついんですけど、暇だと考えることができちゃうんですよね。本当に必死に生きている時って、それこそ食べるために働くっていうことだってあり得るような状況だった時には、そんな選択肢なんかそもそもないんで、まあ選択肢があるだけ幸せなんだと思った方がいいなっていうふうに思うんですよね。悩めるだけの選択肢がある。本当にしんどい状況になったら選択肢すらないんですよ。だって食べなかったら死んじゃったりするじゃないですか。だから食べるために働くっていうための働くっていう選択肢だった場合には、悩んでる暇ないんですよね。目の前のことをこなすしかないから、
そういう意味では、まあ、教室業をね、目指す方っていうのが、いろいろな環境があるのは知っているんです。で、さんが安定収入を持っていて、自分の生きがいとやりがいをやりたいからってなると、そんなに頑張んなくていいんですよ。だとすると、別にそんなにこう心がね、どうしよう、ぐるぐるしちゃってっていう悩んでても何ら問題ないんですけど、生活がかかっちゃってる方は待ったなしなので、自分食べる、子供食べさせるっていう状態にまでなっちゃう場合にはですよ。でも稼がないといけないわけですよ。だからお金があるということにおいては、選択の自由が増えるっていう意味ですごくいいことだなというふうに思っているんです。お金の亡者になれって言ってるわけでもないし。だから私の母が離婚をしたいと考えて離婚ができなかった要因としては、経済的自立が、子供を抱えた状態で外に出るっていうところまでのお金が貯められてなかったからっていうのが、まあ、大きな理由だったんですけど、子供心にですね、まあ、高校生ぐらいの時だったんですけど、いい加減離婚をしたらということを勧めるドライな高校生だったんですけど、まあ私と5歳離れてる弟を連れて、自分が出て食べていけるだけのまだ財力がないからって言って、その当時母3つ仕事持ってたんですけどね、それでもどんどんお金がなくなる生活だったんで、そんなものかというふうに思って、まあお金がないっていうだけで、まあ、選択の自由が奪われるっていうのをその時にすごく感じたんですよ。だからお金があるだけで女の人は、まあ、いいか悪いかは別として、離婚する選択も自由に選べるっていうことなんですよ。だからないよりはあった方がいいんです、お金って どういう状況でも。で、旦那さんとのつながりっていうのが、まあ、どういう、ね、心でつながっててっていうんであれば、当然離婚なんて考えなくてもいいんですけれども 例えばその年収だったりとか条件で、もしもそこにいるっていうことになったら、条件の大前提が崩れた瞬間に一緒にいる意味がないということになってしまうので、まあ深くどういうふうにつながるかっていうのは、その家族の形と、まあ、なりわいというか、状況によるんですけどね。だから私は選択できる自由がある方が、女の人はやっぱり自由に生きていけるよねって思うし、私は子供がいないのであれなんですけれども、まあ学校とかも自分で大体お金払って、奨学金とかで私大体行っていたので、まあそれもあるのでね、学びが深かったっていうのは当然あるんですけれども、お子さんがね、これをしたいあれをしたいって言った時に、親としてね、お金を出してあげたい、教育を受けさせてあげたいって思うんだったら、やっぱりそれもお金があった方が選択が増えるよねっていうことですね。で、私は学びたい知識と、手に入れたい、まあその、どう言えばいいんだろうな、勉強とか、まあ生き方的なものとかも含めてですけどね、まあ、手に職じゃないですけど、そういうものを学ぶためにお金がないということで諦めるっていうことはしたくなかったので、自分でお金を作るっていうと、当時の私ができたのは新聞小学生とかをやったりとか、アルバイトをしたりとか、市とか都の補助をもらったりして、まあ、どうにか学費を作るっていうことをしたんで、まあ学びはだからそれこそ身銭切って払ってるお金なんで 結構真剣にね、学んでたりとかした分、吸収力は高かったかもしれないですね。なんで大人になってちゃんと自分で稼げるようになって、ローンだったとしても自分で学びたいことにお金を払って学ぶっていうことは、まあ自己投資っていう意味でも非常にこう、まあハイリターンですよね。稼げる自分にどんどんなっていくわけですから。そういう意味では、まあ、子供も案外、まあ、たくましく生きていくものなんですよね。その状況によって、その子供に生きる力とかバイタリティがあるんだったら、その過保護にならない程度に、どの程度子供とね、向き合って付き合っていくのかっていうのも、まあ一つのね、各家族での課題なのかもしれないですけどね。
もう一度言いますけど、私は子供はいません。 だけど自分が子供だった時の立場で、別にそんなに親に何をしてもらったっていうのはないんですけれども、まあ一応おかずが少なかったりとか大したご飯じゃなかったにしても、何日も同じご飯が続くとか、そういうのはあったとしても、まあ一応餓死しない程度には食べれてたっていうことに関して、まあ、屋根がある家に入れたみたいなことは感謝しなくちゃいけないんだろうなっては思ってますけどね。そんな感じです。だから女の人が、そのお金がないことでね、選択肢が狭まったり離婚を躊躇したりっていうのは、まあ、人生の時間、残りの時間とかいうのを考えても、もう決意しちゃってるんだったら動けた方がいいんですよ。ということはね、やっぱり自立して稼げる力として考える部分では、やっぱり教室業っていうのは子どもと触れ合う時間も長く作れるので、非常にいい選択肢だなというふうに感じていますので、やっぱりそういう女性を応援したいから、経済的な自立、あとは心の自由ですねを勝ち取ってもらいたいから、まあ、私はコンサルタントをやってるっていう、まあ、そんな感じなんですけどね。なので助長するわけじゃないですよ、助長するわけじゃないけれども、離婚は別に今は珍しいことでもないし、本当にうちの父を見ていても、一緒にいるとむしろ人生悪くなるよねっていうタイプの、まあ、お父さんとか旦那さんっていうのはいるっていうのは現実的に見て知ってるので、別れたら母お金貯まりましたからね、普通に数年で600万とか普通に貯めてましたからね。いくらだろう、マンションとかも自分で買ってましたからね、古いマンションとか。それはもう別れたから本当に数年です。っていうことはかなり貯められるタイプなぐらい、ちゃんとやっぱ経済観念もあって、お金の扱いがしっかりしているタイプの方だったんでしょう、うちの母はね。なので第二の人生とか、もう一つこうやってみたいこととかがあって、それが話し合ったりね、努力をしたい、もうどうしようもないなって言ったら別れちゃってもいいんじゃないかなっていうふうに思っているんです。ただその時には、まあ、お金が稼げてない状態で別れると結構大変なので、粛々とですね、稼げる力は、別れていなかったとしてもですよ、今のご時世って旦那さんがどういう状態になるかなんてもうさっぱり誰にも分かんないご時世なんですよ。それが自営業であっても会社員であってもです。もちろん私も自営ですけれども、私自身だってどういうことになるのかっていうのは分からないんですが、まあいろいろ手は打ってたりとかねしていますよ、いろんな状況に耐えられるようにっていうことで。だからその旦那さんがいるから安泰っていうことじゃない形での、まあ幾ばくかでもやっぱ手に職的なものとか、まあ、それが生きがいを表現するものでも何でもいいんですけど、できるものがあってちょっとでもいいからお金に変わるっていう、経済を回すっていうことができる自分になっておくっていうのは、これからのサバイバル時代においてはもう男女関係なく必要な能力だなというふうに思ってるんですよ。でそうすると何が必要になってくるかっていうと、まあ、当然ですけど稼ぐっていう覚悟と、あとはお金を受け取るっていう自分への許可ですね。これ一緒くたになってそうですけどなってないですからね。稼ぐって決めてもお客様から受け取る金額が申し訳なくて高い金額言えませんっていう方はやっぱり稼げないので、自分の価値をきちんとした形で対価でいただきますということが言える自分になるっていうのも、結構ね大事だったりします。でこれが言えない人っていうのは結局ボランティア的な働きをして、で結果なんで私こんなことやってるんだろうって自分で残念な気持ちになっちゃったりとかしたりするんですよね。だから自分で
自分が稼ぐということに対して許可を出すっていうことは、自分の価値をちゃんと高めるっていうのと、そういったお仕事をねしている自分に誇りに思うっていうことと、あとその道を選ぶっていうふうに決めてるわけですから、その稼ぎの種としての仕事を選んだ自分なんだっていうことを自覚すると、仕事ってすごい楽しいんですよ。楽しいんだけど、全てが楽しいわけではない部分の努力必要な部分ってあるんですよ。だけどそういうところから来る方っていうのは、努力のところはそんなことまでやるんですかとかって言っちゃうんですけど、やっぱりそれは逼迫してるところがないから、そのレベルでそんなことって言っちゃうんですけど、いや世の中の人普通にやってるからみたいなところの甘さとかがやっぱり出てしまうのが、まあ離婚とか覚悟して本当にやるって言ったら何でもやるっていう覚悟でやることも必要だから、やりきる覚悟とマインドですね、これもまあ必要になってくるでしょうっていうことです。まあこのあたりをちゃんと3点セットで揃えた上で、きちんとね当たる事業を回していけば、ちゃんとねお金にもなっていくし、いろんなところに行ったりとか、いろんなものを買ったりとか、その買ったものでまた勉強してまた誰かを幸せにするとか、まあ子供でもいいですけど、そういうこともできていくようになるんですよ。だから離婚っていうことが今は、まあ、そんなに後ろめたいものにも何もなってないので、ライトな感じで捉えることはできるんでしょうけど、まあそれでもやっぱり大変は大変なのは理解はしています。母のこと見てますからね。でもね、それよりもやっぱ精神的にとか束縛もされなくなるし、家事とかもかなり減るし、まあ、精神的に肉体的にもね結構楽になってる人が多いのは事実なんで、そう考えると旦那さんって何やってるんだろうなとかね思いますけどね。まあ俺はね会社で仕事してるんだってもしかしたら、まあ、偉そうに言うのかもしれないですけど、私旦那さん批判をするわけじゃないんですが、私もフルタイムでね働いてましたからね、会社員としてフルタイムで両方とも働いていて、同じ時間で帰ってきていても、まあ、なぜか日本の社会の、まあ、私もその習わしに従っちゃってたのも良くないんでしょうけど、女の人の方が家事の負担が圧倒的に多いですね。はい、だから自分が家事の負担そんなにしてないよねっていう自覚がある会社員の旦那さんは偉そうにしちゃダメですよっていうことなんですよ。そうすると熟年になって捨てられますよマジでマジで捨てられる。奥さんが稼げるようになったら、そこに愛情とか情とかがなかったら、はっきり言って家事とかなんかそういうのもやってくれない人が家にいるだけで邪魔ですもんね本当にそう思います。だから男の方でもね、今自分がって思ってるかもしれないけれども、家のことにも、年齢が上に重ねていくにつけて見ておかないと捨てられる自分になりますよ、奥さん稼げるようになったらね、みたいな感じのこともちょっと男の人には言いたいなと思いますね。この動画男の人見てると思いませんけどはい、ということで、まあちょっと今日はね雑談的な雰囲気のお話になるんですが、離婚っていうのがちょっとテーマになっていて、そういう一歩をね歩き出そうっていう人たちにたまたまパパパーっと何人か会ってしまったので、エールを送る意味でお伝えしたっていうのが本日のテーマでした。はい、まとめたいと思います。女性が離婚しても輝き続ける人生を手に入れるために必要なマインド、その1、稼ぐ決意、その2、お金をいただくことに自分に許可をする、3、自由になれる自分というものを信じて動き、お金は手段であるということを理解して活動していくことっていう感じになりますでしょうかね。はい、なんで自営業的な自宅教室業は、離婚をした人にも非常に
いい職業なんじゃないかなというふうに思いますので、学ぶべきスキルとかはあります、あるけれども、まあ、必死にやればもちろんある程度どうにかしていくことはできますので、まあ、これからの人生が輝き続ける職業の選択肢の一つとしておすすめしたいと思います。それでは。